秋ヶ瀬橋秋ヶ瀬橋は、埼玉県埼玉市桜区大字西堀、大字田島、大字下大久保、及び、志木市、大字下宗岡にまたがり、荒川第一調節地、鴨川放水路、及び荒川に架かる、埼玉県道40号埼玉東村山線及び、埼玉県道79号浅川蕨線の道路橋である。荒川河口から 34.4km の地点に位置する志木市及び朝霞市から埼玉市方面への主要幹線となっている橋である。また、埼玉県の第二次緊急輸送道路に指定されている。歩道は上流側のみに設置されている。欄干は橋が異常堤と交差するあたりで稼働できるようになっている。県道の橋であるが、橋の管理者は埼玉市である。左岸側で荒川横堤である土合第一横堤に接続し、同横堤は反対側で鴨川に架かる桜荘橋に接続する。志木川橋詰は交差点となっているため幅員が広げられている。将来的には南側に2車線の道路と歩道を架橋し、上下4車線の橋になる予定で、浦和側は都市計画道路田島大巻線、志木側は都市計画道路黒目川通線に接続する予定。東日本旅客鉄道の浦和駅と東武東上線の志木駅を結ぶ国際工業バスの志01系統路線の走行経路である。埼玉市寄りのバス停は桜荘公園が最寄り。24時間あたりの車両通行量は 23,689 台である。1982年開通の現在の橋は、全長 1045.0 メートルで、埼玉県の県道に架かる橋梁において、公共としては最長の橋である。秋ヶ瀬橋と秋ヶ瀬の渡し式街道の秋ヶ瀬橋が開通する以前は、江戸時代前期に開設された秋ヶ瀬の渡しと呼ばれる渡船で対岸を結んでいた重要な交通路であった。秋ヶ瀬の渡しが秋ヶ瀬橋の前身である。1871年に、埼玉県庁が浦和に置かれると、秋ヶ瀬の渡船交通が頻繁となり、地元住民の架橋の要望が上がったことから、1908年に初代の秋ヶ瀬橋が木製の環水橋として架橋された。架橋された場所は、現在の秋ヶ瀬橋よりやや上流側であった。大水の影響を軽減すべく、川岸を櫓状に2メートルほど高くし、そこに橋桁が架けられていた。この橋は、大水の際は、橋の損壊を防ぐために、橋の渡り板を撤去できる構造になっていた。なお、渡船は環水橋の完成後も使用は継続され、1938年の永久橋が架橋された際に廃止となった。この環水橋は1938年に、永久橋が架橋された際に取り壊された。また、橋の架け替えの際に発生した廃材は川上にある、羽倉橋の架橋に転用された。橋の取り付け道路は、砂利道として、横堤の南側に存続されていたが、桜荘公園の整備の際に舗装され、園内を通る道路として整備されている。秋ヶ瀬橋を渡る、路線バス昭和初期の荒川上流改修工事の一環として、横堤である荒川横堤が1929年11月に着工し、1934年3月に竣工すると、路線はその天場に移し替えられるとともに、秋ヶ瀬橋の永久橋化が行われることとなった。橋の設計は増田敦、施工は安藤鉄工所が担当した。1933年に総事業費40万5,000円を当時工事に着手した。途中昭和恐慌に橋を発する経済界の不況の中、工事の中断や橋梁の設計変更、さらに工期の延期を余儀なくされたが、1938年11月、現在の橋の下流側に秋ヶ瀬橋の架かえ工事が完成し、橋長 770.5 メートル、総幅員 6.1 メートル、有効幅員 5.5 メートル、対2荷重20トンのポニートラス構造を持つ中地、カンチレバートラス橋として架橋された。車線数は2車線で、歩道は設置されていなかった。橋の両側は、総延長 584.05 メートル、高さ 10.769 メートル、幅員8メートルの横堤に接続され、取付道路がその天馬を通っていた。交通量の増加に伴い、たびたび橋が傷むようになった。1968年2月10日から2月20日までの10日間に、わたり、橋の修繕により、通行止めとなる時期があった。この間、一般車両は、下流側にある笹目橋に迂回し、路線バスは荒川を挟み折り返し運行の措置が取られた。さらに、同年12月12日にも、翌年3月25日にかけて、橋の修繕が行われ、その間は橋を通行止めにして、下流側に1車線分の仮橋が架設されて、片側交互通行が行われ、笹目橋への迂回も要請した。また、1973年4月10日22時30分より、翌日6時まで橋桁工事のため通行止めになり、その間は、羽倉橋に迂回する措置が取られた。県内屈指の渋滞橋で、県の1980年6月の調査では7時から19時までの12時間においての四輪車の交通量は 18,044 台で、1日あたりの交通量は、約25,000台にも上った。朝の通勤時間帯は1キロ進むのに1時間を要した。また、歩行者や自転車などの通行は危険が伴い、まさに命がけであった。この橋は供用後40年余りの間、交通量の増加に合わせて一部補修はされたが、老朽化のほか、車両の大型化や激増する交通量に対応しきれなくなり、時代にそぐわなくなったことから、新秋ヶ瀬橋が開通した際にその役目を終え、維持修繕費がかかることもあり、宗岡川の横堤とともに取り壊された。橋そのものの遺構は保存されていないが、取付道路は廃道として、左岸側は横堤の天馬に、右岸側は邸内地側の原道の高架下に、両側とも残存している。左岸下流側より望む現行の秋ヶ瀬橋。秋ヶ瀬橋の50メートル上流側、初代秋ヶ瀬橋の下流側の位置に新秋ヶ瀬橋として架け替えられた。1973年事業化され、県が事業主体となり、総工費44億1000万円を投じて1978年架設工事に着手し、1982年架かえ工事が完成した秋ヶ瀬橋から付け替えられ、2月27日開通した。橋長 1045.0 メートル、総幅員 11.0 メートル、有効幅員 9.5 メートル、最大島長 70.0 メートルの23、景観の連続鋼板桁橋である。下部構は逆 T 式鋼管具基礎橋脚及び、橋台で流心部は井筒式基礎橋脚を使用している。橋の施工は、石川島播磨重工業及び、松尾橋梁。日本車両製造、東日本鉄工、宮地鉄工所、横川ブリッジが行い、仮設工法として、最も一般的な工法である、トラッククレーンによる、ベントもしくは台船クレーンによる、ベント工法が用いられた。照明灯は30ワットのものを60基設置した。また、左岸側は、横堤の途中から、上流側に分岐するように接続し、右岸側は新秋ヶ瀬橋のために作られた長さ 227.65 メートルの11、景観の取付高架に接続されている。式側の橋詰めの交差点も橋の開通に合わせて改修が行われた。現在はこの新秋ヶ瀬橋を秋ヶ瀬橋と呼ぶ。この橋の開通により安全面においては格段な向上が見られ、それまでは接触事故が頻発し、橋から川に転落する事故まで発生していたが、開通後は車線の幅が広くなったため接触事故は劇的に解消され、大型車同士の行き違いもスムーズになり、歩行者や自転車などは歩道を通って安全に対岸に渡れるようになった。しかし、期待されていた渋滞の緩和はそれまで他の橋に迂回していた車両が秋ヶ瀬橋に舞い戻ってきたこともあって、あまり効果はなく、住民からの苦情も出た。下流側にさらに一本橋を架設して新大宮、バイパスまで原道を拡幅する4車線化はすでに、この頃から計画があったが、その沿道は住宅地や商業地が連続しており用地買収の問題から容易ではなく、そのめどは立っていない。2007年に埼玉県が事業主体となり、橋桁に落橋防止装置の設置や橋脚にコンクリートを巻き立てる等の耐震補強工事が実施された。2016年12月2日には、埼玉市川1景観で道路橋点検ロボットの実証実験が行われた。河川敷は左岸側に広く取られている。その広い河川敷を活用したレクリエーション施設や利水施設がある。これらの施設は治水施設である荒川第一調節池の中にあり、異常堤により荒川の低水路より隔てられている。桜草公園では、毎年春に桜草祭りが開催され、開花期は行楽客で賑わう。右岸上流側には水田などの農地となっている。橋のすぐ下流側は朝霞市の市域となっているほか、戸田市の市域も近い。AB、調節池の役割と仕組み。国土交通省関東地方整備局、荒川上流河川事務所。2017年5月18日閲覧。AB 荒川上流河川維持管理計画、国土交通大臣管理区間編、P106 国土交通省関東地方整備局、2015年7月14日、閲覧。企画展、荒川の橋、荒川、隅田川の橋、荒川下流河川事務所。2005年11月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年7月14日閲覧。3.7 防災機能の強化。国土交通省関東地方整備局。2018年7月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年1月13日閲覧。埼玉県の緊急輸送道路埼玉県、ホームページ。2015年1月1日閲覧。洪水を受け止める横堤。国土交通省関東地方整備局、荒川上流河川事務所。2017年2月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月18日閲覧。志木駅、朝霞駅、朝霞台駅国際工業バス。2014年12月11日、閲覧。埼玉市交通量調査結果、拡大図、道路交通センサス埼玉市ホームページ。2015年1月13日、閲覧。ABCD。国指定特別天然記念物、田島毛原桜草自生地保存管理、計画策定委員会第10回資料。埼玉市ホームページ。ピアニッシモ13から 14? 2015年1月13日、閲覧。管内の主要橋梁。朝霞県土整備事務所。P1、2015年1月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年1月13日閲覧。AB、橋梁と基礎8月号32ページ。AB 図説浦和の歩み 164P 浦和市。発行1993年3月31日。志木市歴史年表志木市ホームページ。2020年2月13日閲覧。秋気瀬橋1908土木。学会附属土木図書館。2015年1月13日、閲覧。志木、古里市は138ページ。歴史の道調査報告書、第7週荒川の水運28ページ。記憶の中の風景から映された20世紀の浦和隊28ページ。浦和市立郷土博物館、2000年12月25日。羽倉橋1938土木、学会附属土木図書館。2015年1月13日、閲覧。洪水を受け止める横堤。国土交通省関東地方整備局、荒川上流河川事務所。P2、2016年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月4日閲覧。AB、国指定特別天然記念物、田島毛原桜草自生地保存管理、計画策定委員会第10回資料。埼玉市ホームページ。P16、2014年12月11日閲覧。AB 秋気瀬橋1938から11、土木学会附属土木図書館。2015年1月13日、閲覧。安藤鉄工所1918年土木、学会附属土木図書館、2015年1月13日、閲覧。AB、埼玉大百科事典第1巻36ページ、角川日本地名大辞典11埼玉県66ページでは、公費43万5千円と記されている。式、ふるさと史は139ページ。ABC、角川日本地名大辞典11埼玉県66ページ。ABCDEF 昭和57年1月28日、埼玉新聞8ページ。昭和43年2月3日、埼玉新聞7ページ。埼玉新聞 P5、秋ヶ瀬橋通行止め橋橋桁工事で。埼玉新聞 P7、ABCDEF 昭和57年4月3日、埼玉新聞15ページ。大宮市教育委員会編集。大宮を歩くスリー川と、街道-129ページ、1990年3月30日。広報式、市政施行40周年記念増刊号。色紙、2015年10月18日時点のオリジナルより、アーカイブ、2015年1月13日閲覧。AB 橋梁年間秋ヶ瀬橋詳細データ日本、橋梁建設協会。2015年1月13日、閲覧。ABC 公共ナンバー 31984.8 ピアニッシモ、43から44日本橋梁、建設協会、綾の国の主な橋一覧。埼玉橋物語。2016年4月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年1月1日閲覧。進んでいます橋梁の耐震補強。埼玉県ホームページ。2013年10月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年1月1日閲覧。平成16年度埼玉の道の業績計画書。国土交通省関東地方整備局。P95、2011年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月13日閲覧。耐震補強。三幸コンサルタント株式会社。2014年2月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年1月13日閲覧。秋ヶ瀬橋で道路橋点検ロボットの実証試験を行います。埼玉県、https://www.pref.埼玉.lg.jp/a001/news/page/1611288-06.html2017 年5月18日閲覧。利根道水路概要書 P6 独立行政法人水資源機構2015年1月13日閲覧。荒川における全国で初めての船舶の航行ルールの策定と周運活性化構想 P9 国土交通省関東地方整備局荒川下流工事事務所2015年1月13日閲覧。荒川水上バスの海洋商船株式会社2002年12月1日付のアーカイブキャッシュ。ありがとうございます。